今日は新企画です。いつも忙しい奥様の方々にランチご馳走します。僕絶対楽しませるんで。僕あのまさきグルメっていうアカウントで SNS やってるものなんですけど、お時間ないですか今。あ、動画とか僕あの SNS やってるものなんですけど。時間ないね。悔しいな。お時間ない、少しあったりしませんか。何するんですか。まさきグルメって言って大阪のお店を結構こう紹介してるものなんですけど、はい、ちょうど今日から始めたところなんですよ。お時間大丈夫ですか。はい、この子がちょっと持つかわかんないんですけど、なんか食べたいご飯とかありますか。定食でもいいですし、甘いのでもいいですし。甘いのクレープ。クレープいきますか。甘いの結構好きなんですか。はいはい、好きなものを選んでください。え、買ってくれんの。はい、僕がご馳走させていただきます。本当に。はい。お子さんの分も食べてください。何食べたい。バナナ。バナナ。お母さんは何食べられますか。あ、じゃあ栗生クリーム。あ、栗生クリームチョコレート。はいはい、大きいの来た。めっちゃ喜んでる。食べる。食べれる。クレープ美味しいですか。ちょっと恥ずかしがってますね。バナナが好きだから、クリームも好きだから。めちゃめちゃ美味しそうに食べるやん。将来はグルメインフルエンサーですね。じゃあお母さんもよかったら食べてください。おお、結構普段から甘いの食べられるんですか。うん、大好きです。今日はこの子の参観日で保育園の。ああ、参観日。車でで終わりだったんで、ちょっとブラブラしてます。ずっとブラブラ、商店街の方。パパさ、将棋大好きやん。将棋大好き。将棋大好きやな。で、しかも、ガンダムも好き。ガンダムも好きやな。結構何年目なんですか。10年目ぐらい。あ、10年目。大先輩ですね、もう僕からしたら。奥さんの言うこと聞いた。あ、そうですね。奥さんの言うこと聞くのが一番早いですかね。勉強になります。ママのどういうところが好きですか。全部。全部好き。うわー、素敵や。一番嬉しい言葉ですね。すごい美味しかったです。美味しかったですか。めっちゃ嬉しいです。よかったです。美味しかった。今日はありがとうございました。ありがとうございます。僕も勉強になりました。またねー。チャッチャー。ありがとうございました。ありがとうございます。